今度はこの気分のね、切れてる、もう切れてるやつなんですが、食べてみてください。うん、これまたちょっとしたかまぼこみたいな感じで、非常に美味しいですね。本当にこう、かまぼこを食べてるような感触で、非常に柔らかい味というのが、まあ特徴的に出てるのかなといった感じですね。で、この柔らかめな感じが、なかなかいいな。そしてこう、非常に、うまく仕上がってるやつなんかのところでね、非常にいいなと思いますね。で、なかなかの味わいで、これはこれでこう柔らかくて、非常にプリプリとしていて、なかなかのいい味わいはね、しているんじゃないかなと思います。これはこれでなかなかの本当にいい甘い卵の味わいで、これは本当にいける味わいだなと思いますね。どうもありがとうございました。